皆さん、こんにちは。滝沢の勝成でございます。勝成の滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。初心者はまず、これ弾けシリーズ第1弾の曲はですね、ワンオークロックのディーパーディーパーという曲をですね、取り上げてみようかなと思います。これ、めちゃめちゃ簡単な曲です。本当もう、ギターを今から始めるよっていう人が、もう30分ぐらいね、ちょっと根詰めて練習すれば、それなりに形になりますし、1日2日、もう気合で練習すれば、多分1曲丸々いけんじゃねえかなっていうぐらい、すごくシンプルな曲です。ぜひ、トライしてみてくださいませ。2本の動画に分けます。1本目のこの動画は、それぞれのパーツを練習していきます。パーツ。それぞれのパーツを練習していきます。パートですね。で、そのパーツを練習していったら、2本目の動画でそのパーツを組み合わせる練習をしていきます。つまり、曲の構成を覚えるという感じでございます。そんな感じで進めていこうかなと思いますので、よかったら、チャレンジしてみてくださいませ。そんな感じです。とりあえず、パーツが、全体的にガッと分けて4つあります。4つ。弾きましょう。とりあえずこんな感じの曲です。まず、パーツ1はリフってやつ。これだけです。とってもシンプル、とってもシンプル。やってみましょう。まず、6弦のこの開放を2回ボンボンと弾きます。ボンボン。アップピッキングではなくて、このダウンピッキングで2回弾きましょう。ダウン、ダウン。で、その次、薬指もしくは小指で7フレットを押さえます。6弦7フレットですね。そうすると、こんな音がするはず。0、0、7、0。0、0、7、0。こんな感じです。で、その後、3、0、3。6弦のまま、3、0、3。つなげると、0、0、7、0、3、0、3。で、次が、5、3、さ、5、さ、5。5、さ、さ、5、さ、5。です。5、さ、さ、5、さ、5。つなげてみましょう。0、0、7、0、3、0、3、5、さ、さ、5、さ、5。あとはひたすら繰り返します。もう一回やってみましょうか。ちょっと一緒に弾いてみてください。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。0、0、7、0、3、0、3、5、さ、さ、5、さ、5。0、0、7、0、3、0、3、5、さ、さ、5、さ、5。こんなパターンです。ちょっとややこしいかもしれないですけどね、ちょっと少し練習すればできそうな感じしませんか。これがリフって言い方をするんですけれども、まあ、このなんかこうね、主題といいますか、そのメインテーマといいますか、イントロといいますか、リフという名前の、パートになります。パート。リフ。で、その次、ちょっとパターン A に行きましょう。パターン A。パターン A はサビの部分です。ちょっと弾いてみると、こんな感じ。こんな感じです。やってみましょう。まず、人差し指で5弦の3フレットを押さえます。下の方から1、2、3、4、5本目ですね。細い方から1、2、3、4、5本目の1、2、3個目です。で、ここの3フレットを人差し指で押さえて、ブンと1本弦弾くと、こんな音がするはず。なんか音が違うぜという方は、ちょっとよく確認してください。もしくはチューニングを疑いましょう。チューニングちゃんと合ってるかなつって。で、その次、人差し指はこのままで、プラスで、1、2、3、4弦の1、2、3、4、5個目、5フレットを小指で押さえます。小指。パワーコードっていう形なんですけれども、この人差し指と小指のこの形、もうこれからめちゃめちゃよく使うんで、本当これもう覚えておいてください。パワーコードと言います。パワーコード。で、2本、弾いていきます。人差し指と小指で、3フレットと5フレットを2箇所押さえたならば、右手で押さえているこの2本を狙って弾いていきます。こんな感じ。で、ここの3、5は、8回弾きます。8回。1、2、3、4、5、6、7、8。で、その次、
ちょっと行きましょうか。この形のまま、1フレット向こうにずらします。行きますよ。1フレット向こうにずらします。ニュッとね。で、ここで4回弾きます。人差し指が3フレットの位置でパワーコードを作って8回。3フレットで8回。で、人差し指が2フレットで4回。で、次は人差し指が5フレットにいて4回。こんな感じです。次行ってみましょう。次は6弦が0、開放です。6弦の開放。で、人差し指でこの5弦の2フレットを弾くと、この音がするはずです。で、ここは8回。つまり6弦の0を8回ですね。0を8回。で、人差し指を今度は6弦の3フレットにして8回。6弦の3フレットにして、パワーコードを作って8回。0を8回。で、3フレット、6弦の3フレットに人差し指を置いて、パワーコードを作って、小指が5弦の5フレットということですね。5弦の5フレット。これがパターン A です。もう一回やってみましょうか。人差し指が5弦の3フレットで8回、2フレットで4回、5フレットで4回、で、6弦の0フレットに行って、6弦の0に行って8回、6弦の3フレットで8回。これがパターン A です。こんな感じです。まあ、最初やるとね、なかなかね、このね、指が定まらなかったりとかね、違う弦弾いちゃったりとかして、いろんな音が出てね、長にぎやかになっちゃったりするんですけれども、その辺はまあ、気合で乗り越えましょう。とりあえず、その綺麗な音を出すっていうよりも、手順を覚えることが大事なので、ちょっと変な音がしちゃっても、あんま気にせずに進めてくださいませ。回数と場所、これをちゃんとこう、しっかり把握しながら弾くことが大事です。正しく弾くというよりも、正しい手順を踏むってことですね。綺麗な音が出なくても、変な音が出ちゃっても、正しい手順を踏めてれば、正しい手順が把握できてれば、とりあえずそれで、OK です。あとは繰り返していけばね、だん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 音がきれいになって、慣れてきて、ピッキングをミスらなくなってくるので、さすら繰り返しって感じです。これがパターン A です。いや、とてもシンプルでございます。あと半分。もう、まだ8分ぐらいしちゃってないんですけど、もう半分のところまで行きました。パターン B。人差し指が6弦の5フレット。に来て、人差し指が6弦の5フレットに来て、ここからパワーコードを作ります。6弦の5フレットと、5弦の7フレットということですね。で、これを6回、6回弾くのを2セットいきます。6回弾くのを2セットです。こんな感じ。パンパンパンパパパパンパンパンパパパ。6回ですよね。じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃを2セット。じゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃじゃじゃん。これを6回を2セット弾いたら、次ちょっと難しいです。単音です。こんな感じのパートを弾きます。大変だ。大変だ。やってみましょう。6弦のまず0。で、その次、人差し指で6弦の3を弾きます。で、その次、5弦の0。0、3、0。って感じですね。0、3、0。で、ちょっと人差し指が少しこっち側にずれて、5弦の5フレットを人差し指で押さえます。これ。薬指で7フレットに行きます。小指でもいいです。薬指でもいいです。どっちもいいです。つまり、5、7と弾くと。0、3、0、5、7。
ミソラレミミソラレミミソレラミミソレラミ、こんな感じの音です。ミソレラミで、これを リズムよくまず2回繰り返します。こんな感じ。ミソレラミミで、ミソレラミミソレラミミソレミミソレラレミで、最後におまけでミソミソだけ付け出すと、2回丸々繰り返したら、味噌を、おまけで入れます。味噌さん。味噌さん。こんな感じ。もっとゆっくりでみましょうか。ワン、ツー、サン、シこんな感じです。で、これをさっきの6回の、パワーコードと混ぜていきます。繰り返します。こんな感じ。ちょっとややこしいかもしれないですけど、シンプルですよね。ちょっとこの単はややこしいところですけども、こんな感じです。で、最後、もうラストです。ラストです。最後、C パターン。またこのミソレラミが出てきます。ミソレラミ。ミソラ、ミソラレミか。ミソラレミ。こんなパートなんですけども、やってみましょうか。こんな感じ。その03、030570。ここでひとまとまりの、フレーズを繰り返します。でん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 どん。どん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 。という感じです。この6個のパターンを繰り返していきます。03、03、05、70、03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 、
ど、とりあえずこんな感じです。あとはこれをね、その順番入れ替えたりとかね、繰り返したりとか、ちょっとプラスアルファで音を変えたりとかしていくと、もう一曲まるまるできるというような三段になります。めちゃめちゃ簡単ですよね。めちゃめちゃ簡単ですよね。ではでは、ちょっともう一回、おさらいしましょうか。まずリフ。なんか数字書いとけばよかったですね。皆さんもよかったら紙とかにメモしてみてくださいませ。リフは0、0、7、0。で、3、0、3。5、さ、さ、5、さ、5。こんな感じです。ちょっと弾いてみましょうか。リフ。こんな感じです。で、パターン A は、3、5のパワーコードをまず8回。で、その次、2、4のパワーコードにして4回。で、その次、5、7のパワーコードにして4回。で、その次、0、2のパワーコードにして8回。で、その次、3、5のパワーコードにして、8回。やってみましょう。5弦の3フレットでしたね。5弦の3フレットを。人差し指で押さえて、パワーコードを作り、8回。4回、4回。で、その次、0、2、6弦の0と、2のパワーコード。
こんな感じでした。すごいシンプル。で、B パターンに関しても、5、7のパターンをまず6回。で、これを 2セットいきます。2セット。でんでんでん。で、さっきのこの、ね、C パターンに行きましたよね。0、3。こんなパターンです。で、最後、C のパターンは。こんな感じのパターンです。で、これを覚えて、次の動画でいろいろこの組み合わせをしていきます。うまくできたら、とりあえず次の動画に行ってみてくださいませ。うまくできなくてもね、手順さえ覚えたら OK とした、いところなので、手順を覚えたら次の動画に進んでみてくださいませ。頑張って練習していきましょう。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。